ジャンプの王道最終回を覆したヒロアカに賞賛を送りたい読者の反応集。ではどうぞ。数ある漫画が結婚や出産やいろんな過程で発情期最終回を迎えてきたというのに、ヒロアカはそれがない。だと？堀越先生、それでいいんです。素晴らしいです。大体結婚して子供生まれて、次世代に繋いでって二部とか繋がっていくのがあるある最終回だけど、遺族がアーマード遺族になって終わりなの、天才すぎる。初期設定の、無個性だけどサポートアイテムを駆使して戦うっていう設定までちゃんと最後に回収してまとめるの天才すぎるって。お茶子と遺族がお揃いのものつけてる匂わせだけで十分マジで変に付き合うとか、恋愛に発展させるとかそういうのがなくてよかったわ。マジでよかった。お茶子の先週の号泣のところで結ばれるとかがあるかなって思ってたけど、ちゃんと空気感読んでそれどころじゃないってなってた読者の気持ちを尊重してくれた感じして好き。お茶子が遺族っぽいマスクみたいなのつけてる。もうこれだけで幸せだよ。このくらいの匂わせであとは読者の想像にお任せみたいな終わり方最高だよ。結構恋愛要素散りばめたけど、ゴールは描かない、粋だな。今後のみんながどうやって物語を紡いでいくかはそれぞれのみんなの脳内でってことなのかな。いろいろカップリングが公式からも出ることが多々あったから最終的にはそういう発情期的エンドになるんだろうなって思ってたらまさかのこの引き方はちょっと天才すぎないか。書いたら確定してしまうことを書かないことでふわふわさせて全読者がどうなったの知りたいよってなる部分も残してる。これは2部あっても喜ぶわ。無個性エンドに関してもなんだかんだで個性が実は遺族の個性として体に馴染んでそれによってヒーローを続けられそうですみたいなパターンかと思ったらちゃんと残り火も消えててよかった。残り火の演出が結構多かったからなんかしら意味があるのかなって思ってたけどちゃんと消えたし遺族が最後アーマード遺族としてヒーローの前線に復帰する展開は熱すぎたな。無個性エンドはないっていろんなところで言われてたし実は俺もそっちが話だったんだけどこの終わり方見て文句の一つも出なかった。漫画家ってすごいわ。マジで恋愛が絡まないって結構大事なんだなと思ったわ。いや絡むことはいいんだけど最終回で子供できてるとか結婚して幸せになってますわもう見飽きたのよ。恋はしてるしおそらく今でも好きなんだろうな。お残した上でここまで綺麗に締めてしかも違和感なく完結させれるって堀越先生バグってるだろ。どんな結末になろうと受け入れようと思ってたがマジであまりにも杞憂だった。絶対結婚とかの方は入れてくるだろうなと思ってたから。よかった。間違いなく歴史に残る漫画だと思う。本当にすごいここまで最終回で評判がいい漫画も珍しい。個人的にはハガレンの最後と並ぶくらい最高だった。割と否定的なコメントとか意見とかそういうのが溢れたりするもんなのかなって思ってたけど、全くそんなことなくシンプルにどれだけ愛されてたかがわかるな。愛されてるってだけじゃない。愛されるように堀越先生がちゃんと努力した結果が、この賞賛に結びついてるから本当に素晴らしいと思う。よく頑張ってくれました。オールマイトが缶を握りつぶした時涙出たわ。未熟無個性で、教師で終わりか。ちょっと違うかったな。って思ってページめくって号泣。あそこで終わらせるってのも全然問題なかったし面白かった。って心の底から思ってたけど、次のページで握りつぶしたオールマイトとその流れ見てさらに面白いってなった。そのまま完結しないで次の話に進みます、みたいな感じにしてくれたっていいじゃないか。本当に終わっちゃうの？マジで無理なんだけど。本当に最初から最後まで最高でした。唯一連載当時から終わりまで見続けることができた作品でした。お疲れ様でした。マジで最高の作品だった。最後の一
一枚絵で泣いたはそれぞれがちゃんと成長した姿見せてくれてるの。泣く青山くん戻ってきてくれててよかった。みんなこの日をめちゃくちゃ隠し見に待ってたんだろうな。またヒーローとして活躍してるイズクが見れて嬉しいね。アーマードイズク編ちょっとでいいから書いてくれ。あなたたちのようなヒーローになれますかってのがオールマイトだけが目立ってた時代からちゃんと移り変わっていってるのがわかるよね。ここでそれ回収してくるか、マジですげーな。鳥肌がすごすぎて、最終回なのに1話を見た時のような似た衝撃があってすごすぎる。マジでどこまでもヒロアカなんだな。本当にすごい1話から予想できたラストではあるんだけど、ちゃんと予想を超えるものを用意してきててすごいわ。でもシンプルにこの子の個性イズクの解説聞いた後だと確かにめちゃくちゃ強いのではってなるよな。めちゃくちゃ汎用性あるし使い勝手良さそう。イズクも無個性になったとはいえ、今 UA で教師やってていろんな個性見てるだろうから、分析はむしろあの頃より精度上がってそうだよな。久しぶりにブツブツ見れて嬉しいわ。夢を叶えた後は夢を与える番だっていうセリフ見て、もう自分の中で抑えてたいろんな感情が溢れ出してダメだった。格好良すぎるってさすがに。はぁ、そうです、これが聞きたかった。くんはヒーローになれる、これが聞きたかった。イズクが託した思いを受け取って頑張ってくれ。あの日オールマイトに言われたセリフを今度はイズクが、しかもそれをオールマイトの像の前でその子に伝える。もう全てが素敵すぎて涙が止まらない。オールマイトが言ってくれたことをオールマイトの像の前で未来のヒーローに伝えるのがさすがにさ、マジで読み進められないよ。泣きすぎて。無個性になったってこの子が知ってるかはわかんないけど、憧れの中の一人にヒーローになれるよって背中押されて頑張れなんて言われて頑張れないわけないんだよな。頑張れ少年の笑顔が眩しすぎてやられたわ。無個性であることを受け入れて自分にできることを全力で頑張ってるイズクが一番かっこいいよ。これは僕たちが最高のヒーローになった物語で締めるのずるすぎるって、良すぎて泣いちゃうって最高かよ。本当に最後まで全力で駆け抜けたんだなってわかる。イズクのこの後ろ姿の立派になった感じも素晴らしいし、シンプルに画力の成長が一番すごい。マジでとんでもねえ。イズクが当時背負ってたカバンと同じなんだろうけど、体が大きくなったからか、あんだけ大きく見えたバッグも少し小さく見えて、なんかもう全てがエモいわ。オールマイトがちゃんと生きててくれてる、ありがたい。ナイト愛の余地がひっくり返ってよかったわ。しかもめっちゃ老けてるし、おじさんになったなぁ。オールマイトが歩いてる。下半身がおしゃかって言ってた時はもう歩けなくなると思ってたけど、ちゃんと自立できるようになったんか。よかった。おいおいおい。それはさすがに熱すぎるだろ。無個性エンドじゃなくて、無個性エンドでありながらアーマードイズクで締めてくれるんかよ。堀越先生が読者の需要を理解しすぎてるってのはもちろんだけど、ここでこの装置を開発する費用を出したのが A 組のみんなってのがあまりにも格好良すぎる。わつめさんが協力してるのも素敵だけど、やっぱり一番泣けるのはかっちゃんがその費用を出資募って動いたってことなんだよな。幼馴染、君自身が勝ち取った力だっていうあのセリフが最後に登場するのは聞いてないって、泣かせすぎだって。イズクの笑顔が良すぎるし、なんだよもう。終わり方としてあまりにも美しすぎて文句一つない。これもって表現が天才だし、イズク自身が勝ち取った力で締めてくれるのさすがすぎるって。かっちゃんがここでイズクじゃなくてデクって呼んでるのがちゃんとヒーローとして扱ってる感じしてめちゃくちゃいいんだよな。待たせすぎだよな。ジョキジョキくんだよねこれ。絶対そうだよね。コウタくんと一緒にヒーローを志してるってことだよね。しかも学校は入れてる時点でほぼ泣いていって、泣きながら読んでたせいで見逃してしまってて、ちょっと落ち着いて落ち着きながら読もうと思って読んでたら、おそらくそうだろうなって、この子のことを見つけてまた涙止まらなくなっちゃった。マジで本当にもうなんだろう、なんて言ったらいいかわかんないけど、とにかくよかった。
幸せになれたことももちろんだけど、人を助けようと思えるなんてすごいよ。本当にすごい。どういう出てき方するんだろうなって思って不安だったんだけど、まさかこんな形で登場してくれるとは。しかも成長してるし、おばあちゃんがあの日差し伸べた手はちゃんと意味があったんだな。あの子の救われた表情を見てたから、よかった、この子は絶対大丈夫だって安心感はもちろんあったんだけどさ、それでもやっぱりヒーローになりたいは泣いちゃうよね。あの日の後悔をずっと引きずって引きずって、ずっと心の奥に抱えてたものをちゃんと同じことを繰り返さないように救ったおばあちゃんが繋げた未来は明るかった。本当に良かった。あんだけ絶望してなんでみんな笑ってるんだ、僕はこんなに辛いのにって言ってた、あの子が誰かを笑わせるために頑張ろうとしてるの大号泣なんだけど、どうしてくれるの。しんどい気持ちと苦しい気持ちを自分一人で発散できないから、どうにかみんなも同じ気持ちにさせてやる。おばあちゃんがひっくり返してくれて、さらにはその子が今やヒーローを志してるなんて、この子だけで物語かけるだろ。いやマジでこの子が幸せになるまでの物語でいいから、この後書いてくれ。一体あの後何があって、どうしてヒーローを目指すのか気になりすぎてるわ。スピナーも本を出して、ちゃんと死柄木の恐怖を全員にまた一度刻み込もうとしてたし、それぞれがやることをしっかりやって、それでも世界が回ってるって素晴らしいな。スピナーの本はコミックじゃないっぽいけど、それでもコンプレスが笑ってるところとか、そういうのが見れて個人的には嬉しかったな。いろんな形があるね。ジョキジョキくんはああいう形で救われてこうなったけど、スピナーもある種どこかで救済されて、なんとか頑張って前を向いてほしいなって心から思いますね。これもくん自身が勝ち取った力だ。でダメだったわ。マジで最後まで本当に綺麗に泣かせてくる漫画だなぁ。本当に最初から最後まで最高の漫画でした。ありがとう。本当に1話の綺麗なオマージュって感じだった。オマージュって表現が合ってるのかわかんないけど、1話があったからこその最高のラストって感じだよな。マジで最強だわ。最初が良すぎたから、最後のハードルも自然と上がるけど、そのハードルを余裕で超えてきたね。本当にすごいわ。マジで最初から最後まで安定感がバグってる。庄司くんがちゃんと庄司くんのまま頑張ってくれてる。テンタコルとして各地を回って、平和的な解決に尽力してるの最高に男前すぎないか？いや普通に惚れるんだが、8年前、放棄した彼らへってのでマジで痺れたわ。ちゃんとあの日スピナーたちと一緒にいたみんなのことを考えて行動に移して結果出してるの、イケメンすぎる。異様で苦しんだ自分がいて、苦しんだままあの日ああやってデモに参加してしまった人がいて、自分はヒーローになれたからちゃんと責任を果たすってなってるの、天才すぎる。大人お茶こくっそ綺麗になっててびっくりしたけど、いずくとどうなったんだよ。てっきり子供くらいはできてると思ってたけど、できてないんか、なんでや。いずくとお茶子の関係性をしっかりと描くんじゃなくて書き切らずに終わるのがちょっとモヤモヤしたなぁ。恋愛にはどうしても持っていけなかったか。バトルものでもやっぱり最終的にヒロインと主人公は結ばれて子供が次世代へ繋ぐみたいな終わり方すると思ってたから、そうならないんだって感じだった。コウタくんが UA に入ってるからエリちゃんもいるかなって思ってたけど、そうか、エリちゃんはおとがくしてるんだな。ちゃんと仲間に恵まれておとがくがくしそうでいいな。エリちゃんが笑えてることも素敵だし、ちゃんと音楽っていうやりたいことを友達と学信でできてるのも素敵だし、ミリオとイズクとジローが見たら嬉しいだろうな。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。